打撃から減る選択肢少ないっす。残業こう一番少ないレベルじゃない？周りと比べたらね。入ってるように見えるかもしんないけど、周りと比べたら全然っす。だってダルシムで一通りコンボできるもんな。まあでも減ってねえからな、そんな。JP とかもなんか十分減るもんな、コンボ。ダルシムの次じゃない？コンボが、打撃のコンボが弱いの。多分そうだと思うな。ザンギのコンボは、結構最弱クラスだと思う。だから投げに特化したキャラなのよ。でもむしろ俺な、投げを、だから、投げの次の打撃が、もうちょっとね、豊かだったらね、かなり、まあ今でも別にそこの、ザンギの強さはあると思うんだけどね。いや、どうなんだろうな。レベル2が絡んだりとか、でもこういうコンボとかな、別にそんな変ねんだよな。まあでも、弱スタートだからな。弱スタートはこんなもんか。中足スタートがあるわけでもないし、いや、コンボパーツがとにかく少ねえんだよな。レベル2を絡めたりとか、ぐらい。レベル2は結構、まあ、むしろかなり強いと思うんだけどね。レベル2は強いと思うんだけど、ちょっとそれ以外が、やっぱそう、明らかに、スタンダードタイプと比べたら、さすがに、ちゃんと落ちるよね。気持ちよくこうバリエーションを出すっていう感じではないよね。だからこそコンボ選択は頑張りたいけどね。下段はだ、弱系の連携案聞いたりとか、やっぱ小技がユーフレームだったりとか、そういうとこはめっちゃ強いんだけどね。でもそれって投げへの布石じゃんか。投げに行けるから強いって話じゃんか。バリエーションはすげえ強いんだけどね。もうこの距離から、なんか連携を始めた時のザンギは最強クラスなんだけど、でも打撃が減るかっつったら、どうなんだ。やっぱ弱刻んだらまあこんなもんよね。やっぱ弱ダブラリはいけるけど、もう弱はもう OD 使わなきゃいけないっていうのかな。そう、だからねー、難しい。俺、初めは、今、そのはじ、ザンギってその端に追い込んでどうこうよりも、しっかり結構むしろ投げまくるみたいな。置き攻め重視のコンボとかもあんまりしないで、そのままのダメージを取っていくようなキャラなのかなと思ってたけど、いや、さすがやっぱ端に運んだりとか、やっぱラインを意識した戦い方の方が、さすがにバランスいいのかなって思ってるかな。でもそれも多分、マッチアップとかにも寄ってくる、状況にも寄ってくるし、これは多分難しいとこだよね。相手のめくりに対しては、俺は下がって OD ダブラリが一番いいかなと思ってますけどね。読んだら垂直頭突きとか、読んだら垂直頭突きは俺もっとやんなきゃダメだなって思ってるな。ここに追い込んで、やっぱみんな脱出したいから、で、OD ダブラリ、なんだ、今一回やるか。端に追い込んだらやっぱもう勝ちたいよね。だって追い込んだんだもん。もうきっと勝ち試合なんだ。勝ち試合のことが多いはず。ここまで来たってことは。で、ここで前ジャンプされたら、俺結構これを狙うんだよね。おー、今の当たんねえのかよ。これ。これ4000点。これ満貫あるから。俺、こればっか狙っちゃってる。逆に言うと。で、これで、例えば俺が3ゲージしかないのに、3ゲージしかないのにこれやって、で、相手結構まだピンピンしてて、やべえ、俺どうしようっつって困るみたいなのは、俺結構ある。だからこれって俺の回答が少ないのよね。だから、もうこればっか狙っちゃってるから、でもこれ気持ちいいし減るからな。さすがにこれ基本でいいかなと思ってんだけど、でもだからそれもケースバイケースだったり、回答複数持っとくべきで、で、このゲージ状況だったら、そう、絶対こっちの方がいいよね。これ3500点。700点しか変わんないしね。てか、こっちの方がバランスいいよな。まあ、例えばルークだったらね、なんか二段ジャンプみたいな動きで逃げられちゃうからね。そういうのも全部踏まえて、キャラ対策じゃないけど、ルークだったらまあ、これ選びたいよな。とか。ザンギちゃん。ザンギ頑張りたいけどな。俺結構いけるかなと思ってんだけどね。圧あるしな。圧あるし、こうやって相手に、うるうるっつって。ダイヤシも今回長えし。ちゃんとまとまれば、これいい線いくと思うんだよな。蓋を開ければザンギ、実はかなり強かったねってなる可能性も全然ある。というか、そうしたい。そう、てかもう、そうしないとダメだなっていうマインドではあるね。だから結構、なんなら、ね、相性悪いと思われるキャラでも、割とじゃんけんポンまでいけるから、じゃんけんポンまでいけるんだったら、もうガンフリとかはそんなない気がするけどね。
ガンフリがない残機ってでもだいぶいけてると思うけどな。DJ にいけるかどうか。まあそうだよね。やっぱそういう強えやつにいけるかどうかだよな。強えやつ、流行りのキャラ。だから寄れるしなー。だから、でも弱みはいっぱいあるのよ、残機の。残機の弱みってのいっぱいあるんだけど、でもやっぱ変な技っていうか、なんつうか、特殊キャラっていうか、そう、ゲテモノキャラだから、やっぱゲテモノキャラなりの解決だったりとか、むしろ長所をちゃんと伸ばす。短所は短所で、なるべくできる限りフォローするんだけど、でもその短所を、あ、じゃあこうすれば解決するわって、そんななかなかないと思うのよね。それよりもちゃんと長所を伸ばした方が、きっとトータル。そうなった時にやっぱね、トータル残機強くねってなってほしいよなーってか、ダイアグラムで一番上に置くやついねえじゃん、今。一番上に置かしてえよなって感じ。そこがモチベよ。そこが俺のモチベの結構根幹まであるね。一番上に残機来ちゃダメでしょって俺は言わせる。で、調整入んでしょって思う。それしょうがない。でも俺はそれやりきったなって思うね。どうする？飛べば勝てそうだが、ちょっといろいろやりたいな。コンボいる？わしだか？カウンター知らない。パニッシュ。いやー、バカ。ちょっとノリでいっちゃった部分もあります。いやー、バカ。今の頭突きできたな。バカバカ足りないよ。あら、マジか。なるほど。ダメか。マジか。あら、前捨て。あ、そうか。と。うわあ、パニッシュ。これか？これは。いやー。
うえ、諸説諸説最後クソネモにだけは勝ってほしい。わかりました、モチベ上がりました。うん。